今回はですね、株式投資初心者は猫型投資の方が勝ちやすいということでですね、お話しさせていただきます。猫型と犬型があると申し上げてますけども、それよりはね、犬型より猫型だということを言うんですけども、これね、猫だってですね、走り出すこともあるんですけども、これ犬型ではですね、スピードを要求されるわけですね。そうしますとですね、この我々はですね、スピードはあるつもりでもですね、市場のね、株価の動きのスピードっていうのはですね、実際のところはですね、大変ついていきにくいという状況ですね。あまりにもですね、株価のこう動きがですね、極端ということが最近は多いんですよね。ですからそれについていこうとしますとね、やっぱり無理が生ずるんですよね。もちろんですね、自分はこのパソコンのね、扱いも早いとかね、いい方もいらっしゃると思うんですけども、それでもね、思いがけないこう急騰急落ありますからね、急落したらね、すぐ売るとかね、頭の中では OK なんですけども、なかなかそうはいかないですよね。ですからそれはね、犬型の人はね、もう本当にその長けてますからね、スピードについていくこともできると思うんですけども、大抵はですね、できないということを考えますとですね、株価がですね、上がって、そうですね、こう下がってきたところでですね、こう上がりますよね、たーっていきますよね。ちょっとしばらくすると下がりますよ、大抵ね。で、その下げるのこの辺まで下げるかなと思うところでですね、待ち伏せてるというね、やり方がね、猫型ですから、これが非常に有利なんですよね。もちろんそこから下げてしまう場合もありますけど、その時はまあしょうがないですから撤退せざるを得ないんですけども、大抵ですね、強い銘柄っていうのはですね、一旦下がった後また上がり始めたりとしますよね。ですからそれを考えますとですね、この辺まで落ちてくる可能性があるなと。それはね、具体的にはですね、下ね、支持線とかね、ありますよね。この日経平均のですね、25日移動平均線のところまで下げてくるとかですね、いろいろありますけど、そこは下の支持線ですけど、そのあたりでですね、待ち伏せてて、そしてそこまで下げてきたっていうのが猫のやり方ですよね。そして上がりかけたらこうね、ガバッといくっていうんでしょうか、投資していくということですよね。私も猫をね、2匹飼っておりますけども、猫っていうのはこの自分の 見回るところがあってね、朝起きたらなんか要所要所をね、こう見回っておりますよね。オス猫は特にそうしておりますよね。ここになんか、ネズミがいたところだとかね、なんかあるんですよね。ですから、虫がいたとかですね、そういうところをね、こう重点ポイントとしてですね、チェックしてるわけですよね。チェックしてる。それと同じような感じでですね、株式投資をやると。でね、そうしますとね、あまりにも下げた銘柄っていうのがありますよね。その待ち伏せすると言ってもね、あまりにも下になっちゃった株っていうのは待ち伏せても意味がないというのがありますね。そこにはもうね、さすがにネズミも来ないということがありますから、そこのところはね、もう何でしょうかね、古いね、なんか穴だったりねするわけですね。あまり古すぎるというようなことがありますので、そういう意味ではね、新しい待ち伏せポイントの方がいいですね。あまりにも古すぎてね、もうドーンと下がったところとかいうのはね、ちょっと何でしょうか、なかなかですね、そこにもう獲物が来なくなっちゃいますからね。猫としてはですね、それよりはまだ新しそうなね、ポイントでですね、待つというふうにね、していただくと非常に成果が上がりやすくなります。以上、北浜の株式放送局でした。